今日の練習もみっちりやるから気を抜かないようにね。サキが私だけ誘うなんて珍しいね。どうしたの？えへへ、いつも私のことを心配してくれるお母さんにプレゼントを用意したくて。それ人選間違えてない？私そういうの疎いよ。そう？でも私が志保ちゃんだって思ったんだから志保ちゃんでいいの。まあ咲がいいなら協力はするけど、後で文句言わないでよ。猫が毛づくろいしてる。かわいいわね。そうね、ペンギンにもこんな風に街の中で会えたらいいのに。気持ちはわかるけど、さすがに事件よね、それだよね。なんだあいつ、ロボットとかドローンとか出して何よ。つうか、どっかで見たことあるような。おや、君は。げっ、あんた2年の。巻き込まれる前に逃げねえと。司先輩みたいな扱いはごめんだからな。